んにちは、ペグちゃんです。稲妻イレブン GO ギャラクシーやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今回はですね、銀河の運命をかけた最終決戦と出ている通り、まあもう稲妻イレブン GO ギャラクシー、そして稲妻イレブンのゲームとしても最後の試合ということになるんでしょうか。ビットウェイオズロクとの試合ということになっていきます。はい、いやー、マジで銀河をかけた、もう銀河の運命をかけた最終決戦ということで、このオズロックに何としても勝たなきゃいけない、そういう試合になっていくと思います。はい、世界に危機が訪れし時、我らが未来は7つの光の先にある青い星の者たちに委ねられる。なるほど、青い星の者たち、この地球のことなんでしょうか。我ら地球アースイレブンがこのオズロックをぶっ倒す、オズロックをぶっ倒す、やっていきましょう。ということで、メンバー、これ瞬きが確定ってことは、瞬きがもう一段階進化する可能性はあるよね。これハテナの技が2つあるってことは、パルクルアタックに続く何かの技が生まれる可能性は全然あるよな。ちょっとそこら辺も期待はしつつということになっていくでしょうか。あとそうだな、まあディフェンダー大事だから頭部とか入れとこうか。よし、これでいこう。天魔剣神道瞬きをスタメンにしよう。なるほど。ということで、まあ、遠藤守はキーパーですよね。やっぱ稲妻イレブンと言ったら遠藤守なんで、この遠藤守は出しておかないといけないかなという感じでございます。まあ、あとはこんな感じでいいか、ゴーエンジとかも後半出していく感じでやっていけたらと思っております。さあ。ポトムリ。何かを語るか。今度こそ救ってみせる。もう惑星キエルのようにならないようにと。おっと、これは、影山レイジ。いや、失礼。黒岩流星。敵の狂気に立ち向かうには、それ以上の感情が必要だ。なるほど。お前たちにはあるか、敵の計り知れない狂気に立ち向かえる感情が。何が言いたいんでしょうか。あのさ、稲妻イレブンの監督でさ、まあその、この黒岩流星、影山レイジもそうなんだけどさ、まああの、工藤監督だったり、ひとみこ監督もそうですよ。なんかあの、試合前とか試合中に、選手に考えさせる。答えを言わずに選手に考えさせるってことをするんですよ。練習の時とかだったらまだわかるんだけど、試合中とか試合直前に、だから余計なことを考えさせて、だからそれで後いっぱいになっちゃうからさ、試合中とか試合直前、まあ、大事な時の前には、ちゃんと言ってほしいよね。それが我が故郷、イクサルの悲願なのだ。はあ。アースイレブン、貴様らなどに邪魔はさせん。邪魔はさせん。オズロック、俺たちは絶対にお前たちに勝つ。うん。そして銀河のみんなを救ってみせる。俺たちに希望を託してくれたみんなのためにも。そうだよ。さあみんな、これが最後の試合だ。行くぞ。行くぞ。戦のフリーと倒すぜ。もう倒さなければならない。これは。いよいよ試合開始です。チームレベルの差は12ぐらい。12ならなんとかなるやろ。あ、オズロク風属性か。ほん、なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと属性不利だな。オズロクは40、あ、みんな45レベルなんだね。スターゲーザー。あ、てか、あれか、みんな、あれか。85になってるけど、みんなあれか。成長しきってるから85になってんのか。さあ、グランドセレスタスタジアム。大観衆が見届ける中、銀河の未来を見た試合が始まります。まもなくキックオフ。アーチレブンが負ければ、オズロックが率いる、イクサルフリートに宇宙は侵略されてしまう。今回ばかりは私も全力でアーチレブンを応援させてもらうぞ。おい、せめて実況は公平であるよ。オズロック、お前はこの大会を、サッカーを復讐のために利用していたんだな。ああ、そんなの俺は許せない。サッカーが怒ってる。まあ、いつものサッカーを人として扱うと。サッカーが怒ってたと。サッカーが好きすぎて人扱いというわけか。幼稚なやつだ。そう、これはね、申し訳ないけど、おずろっくりごもっともだと思う。中学生になってまだサッカーが怒ってる、サッカーが笑ってるとか、なんか中学生になってちょっと痛くないかなって僕は思うわけですよ。まあ、天馬中1か。
まあある意味中二病みたいなとこちょっとあるのかなとは思うんですけれども、はい。分かってるさ、サッカーは人じゃない。だけどサッカーは人と人が心をぶつけ合って、自分自身と向き合えて、関わる人みんなを変えてくれる。うん、サッカーは俺にとって、俺たちにとって、かけがえのないものなんだ。まあそれはそうだな、それはそうだ。大切な友達みたいなものなんだ。うん、サッカーを悪用するやつは許さない。許さない。もはや意味不明だな。まあいい、サッカーとは何か確かめてみようじゃないか。さあキックオフだ。いよいよ試合が始まっていきます。絶対に負けられない戦いがここにはある。やっていきましょう、このアースイレブン、いやテレペガイレブンで頑張っていきます。なんか最初ボール奪われそうだな。あ、アドバンスギーズ、オッケー。これキーパーフルパワーとかない。あ、これ得点取れるぞ。これここで得点を取っておけば優位に試合が働くね。いきましょうか、プレスターン、かわせるか。オッケー、ナイスプレスターン、ナイスです。スキルが下がってる、これどういうことだろう。なんかされてるか、これ怪しい。これいきましょうか、またたき、はやぶさ、はやぶさの力を使っていきましょうか。これ相手、これソウルストライク使ってこない。これはこっちのもんじゃない。オッケー、しびれプラス、ナイス。これしびれさせていきたいね。675、どうだこれは。さすがにでもこれより上な気がするな。なんかシュートイーター強そう。シュートを食う。あれ、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 ちょっと、ちょっと、ちょっと、イクサルフリートさん、イクサルフリートさん、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。おい、ファラムオービアスと同じ匂いがするぞ、これ。大丈夫、これ。これ大丈夫。一応これフォックス使っておきましょう。これ大丈夫かな、これ、大丈夫。なんか、大差ついたらおもろないぞ。せめて接戦であれ、これは。本当に。ここで大差はおもろない。これ、また敵、また敵だい。ナドマナキナコの、もちもちキナコチ、いくぞ。ナイス！ソウルからもボールを奪っていく、このナノバナキナコ。別に可愛いだけじゃなくてね、実力も備えてるっていうところがもう可愛いポイント。いきます、2点目、2点目取ろうか。 OK、 SP 接着ナイス、いいね。 20% 減るっていうのこれでかいですね。トータルパワー644、さっきのシュートイーターで来るならばこれは2点目になります。おっと、オーケーオーケー、あれれれれれれ、あれれれれれれれ、またたき大活躍です。2対0、だからまたたき確定だったのか。相手に刺さるからっていうことか。これはコンプリート、まさかアドバンスゲージの間に2点取れるとは。うん、この2点重いぞ。エクセルフィートから激しい憎悪と執念を感じる。まさに狂気だな、狂気。敵の狂気に立ち向かうにはそれ以上の感情が必要だ。お前たちにはあるか、敵の計り知れない狂気に立ち向かえる感情が。黒岩監督のあの言葉、貴様らなのに我らの悲願を邪魔させやしない。敵の狂気に立ち向かえる感情、それは狂気をも理解し乗り越える心の力。心の力、貴様らの狂気に飲み込まれてたまるか。おう、なんだ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 。ディフューズコード、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。ここで新殺技、なんじゃこりゃ。今のドリブル技か、いいね。ディフューズコード、そしてボールは天魔かな。いや、またたきだ、またたき。これ新殺技来るな、これ。いけ、またたき。うん、あとは俺が決めてやるぜ。一人でゴールを決めようと思うな。みんなと連携していくんだ。連携していても奴らは出し抜けない。連携すること自体、チームの状況判断を遅らせている。うん。敵のスピードについていけるのはお前だけだ。
だが敵の動きに反応できるのはお前だけではないはずだ。なんだ何、目を天にしながら走る。そうか、そういうことか。いいぜ、乗ってる。ただし俺の足を引っ張るなよ。なんだこれは。えっ、行け。うおブラックドア。なんだこれ、合体技だ。なんかあれだね、ちょっとサンダービーストっぽい動きはしてたよね、なんかね。うん、走り込んだボールに合わせるっていうのはちょっとサンダービーストっぽいなと思ったんですけども、ブラックドーン、かっこいい。ブラックジョブ、え、これ3点目、あれれれ、ちょ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 、おい、サッカーで3点は、3点差結構絶対的に近いぞ。うん、うん、たかが1点どうということは、いや、もう3点です。大丈夫、これこれ大丈夫。まあ多分さすがにこうちょっとフルパワー来るんじゃないかな。おい、前半10分で3点ってことはさ、まあ前半30分、後半30分、計60分換算でいくとね、前半だけで 9-0、 後半で考えると 18-0 のペースなんですけど、ここまでいくと大丈夫でしょうか。はい、フルパワーとかないのか。あ、タクティクス、なんだろう、ペンギンカーニバルかな。あ、サウザンドロード。さあ、これどうなる。しかしここには森村木の葉がいますよ。これ、オーズロックと森村コノハの戦いかな、これは。なんだ、このソウルは。かっこいい。これ、ソウルストライクで取りましょうか。オッケー。GPT 引く重回復、いいね。相手は多分、シュート化身なはずだから、シュートソウルのはずだから、これは、そうだね。やっぱ、コノハちゃん、かわいいな。で、また敵、はーい、足が。これどうしよっかな。なんかブラックドーンの方が強そうだよな、なんか。そんな気がする。どうなんだろう、トータルパワー的には。どうだ。あ、全然こっちの方が弱いわ。あ、じゃあ、全然だった。全然だった。ただ、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 ああ、4-0 だ。4-0 だ。おい、おはらボーイみたいなより弱いんだけど。ごめん、コメントでさ。イクサルフリートのは強いとか言ってたけど、全然じゃないですか、これ。お、あれれれれれれ、あれれ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 、おい、ぬるくないか、最終決戦。おい、ぬるいって。ちょっとぬるすぎるぞ。え、このまま終わんないよね、普通に。おい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 、おいおいおい、おい、拍子抜けやって。お、普通にボール取れるんだが、おい、コマンドバトルぐらい普通に負けろよ。これ、剣行こうか。狼、狼行きます。まず、ちょっと属性は負けてるけれども。じゃ、キーパー早くソウル使えよ、これ。ソウルサイク。はい、シビルプラス。なんか後半イベントに逆転とかないよね、これ。だったらさ、この前半無駄な努力してみたいになるんだけど、これ。ちょい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 、 5-0。 おい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 、なんだこれ。え、いいのこれ、本当に。なんか怪しくない、ちょっと弱くないか、あまりにも。なんか怪しいぞこれ、ちょっとすんなり来すぎてる。ちょっとこれ、なんかこの後もうワン展開あるような、絶対。ないとこれ、やばいよ、普通に。ぬるすぎる、あまりにも。このままだと。こっちオーラ発動できるやつがいないんで、はい。これドリブルのソウルかな、多分。雰囲気的には。ちょっとこれ、フットワークドローでは厳しいだろう。まあそうだよな、さすがに。うわ、落とされた。ああ、落とされてもうた。ああ、やばいやばいやばい、これこれ、どっちだどっちだこれ。この葉、ナイス、この葉、またこれ王族から取れちゃうね、これ。はい、この葉強
おい、ディフェンスが硬すぎるなこのチームマジで。でこれ剣6-0になっちゃうこれ。はい、シュート、トータルは250プラスはもうこれ鬼に金棒よ。大丈夫これ990もう1000ですよほぼ。大丈夫これ、シュートイーターもないと。大丈夫これ、普通になんかごめん、もうなんか勝てるかな、なんかファラボービアスより強いって言うからみんな言うから勝てるかなと思ったけど、あのちょっとこれ大丈夫かな、普通にあの動画の展開的にちょっと不安になっちゃうこれは。うん、むしろ今のワンダータロップみたいにボールがなんか取れないみたいなことが結構起きるかなと思ったんだけど全然やん。もちろん力落ち、きなこがもう有能すぎる。あ、ファル、おい審判相手に味方するなって。これアインザッツで、アインザッツ、まあ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 、まあ、そうだね、シャイニーフェーザー、うん、TP の減り方エグ、一撃必殺やん、それ使ったらもう終わりやん。次の作戦、そうだよな、そうだよな、さすがに、うん、ベルセルクレイの力を、なんだベルセルクレイ、なにこれ魔法陣、なに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 、うわー、なんだ体が熱い、うわー、なんだ、あ、ソウルが切れたこれ、あー、なになに、ソウルが牙を剥いた、反撃ってこと、どういうことこれ、あ、オウンゴールってこと、あ、エンドさん、みんなどうしたの、グッソウルがソウルが言うことを聞かないんだ、うわー、え、あー、赤い目をしてこれ反逆してる、あー、味方に対して、で、また、ん、ん、これ、ちょっと待って、お、ま、俺マジでこれ前半頑張ったのこれ無駄だったんじゃないかこれ、おい、うん、おい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 、これで終わりだ、なんだスターゲイザー、ん、これ少なくとも演出上では3点取られてるよねこれ。3点取られてるね、最低3点、6-9、はあはあ、おい、おい、前半28分から2分で9点取られました。おい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 、おい、前半頑張ったの無駄やったって、ふざけんなよ。ピク、何何何するの君たち、このベルセルクレイを消そうということか。ピク、ピク。何何何何？消した。魔法陣を消した。あ、ピクシー。でもこの二人いなくなっちゃうんじゃない？ソウルの暴走が止まった？あいつらが妙停止で止めてくれたのか。でも、その代わり命はなくなったってことこれ。アースレブンは大差をつけられ満身創痍。後半逆転になるか、Don't miss it! 何やねん、6-9って。ひどい、ひどいな、これ。おい、28分まで勝ってましたよ、6点差で。そっから2分で9点取られた。超次元すぎないか、ちょっとペース的に無理じゃない？ちょっとペース的にそれ無理ない？まだ諦め